エプソンコネクトの方はですね、すいませんマイクが割れちゃってますね、プリンター企画設計部の西村さんに今日は来ていただいてますので、お話を聞いていただければと思います。一言申し上げます。ご挨拶を。プリンター企画設計部の西村と申します。よろしくお願いします。あ、終わりちょっと決まり女子みたいなのと結構言ってますので、そろそろ新しい人に変わりたいとは思うんですけどもどうですか。今あのプリンター企画の業務に2008年に入りまして、ET80B を担当して、9個のソフトリックというところで、昨年からアンドロイドの2年目になります。よろしくお願いします。はい、ということで、商品のようで商品でないこのエプソンコネクト、先ほど概要は、中野の方からお勧めさせていただいたんですけども、そこら辺についてお話をさせていただきます。先ほどと同じスライドになります。これまでの PC ですとかデジタルカメラだけではなくて、今後はスマートフォン、タブレット、携帯電話、プリンター、さまざまな機器からいつでもどこでも快適に印刷をできる世界観というのを我々として作っていきたいなというふうに思っているのが、このエプソンコネクトの概要のご説明というところになるんでしょうか。でやはりですね、我々調査を取ってみてもですね、パソコンから印刷したものことがあるものなんですかという人が身に出ているところですけども、やはりスマートフォン、タブレットからも印刷したことがあるないしはしたいと思っているものというのが非常に多くあるというふうなのが調査から分かってきました。ですのでやはりこれから今スマホの時代になってきてますので、ここに対する対応というのもプリンターメーカーとしてできることをしっかりしていきたいというふうに思っているというところでございます。でこちらに出ているのが現状のって言い方が良くないですね、去年までのエプソンコネクトサービスになります。エプソン、アイプリント、メールプリント、あとは、Apple 社さんのエアプリント、Google 社さんの Google クラウドプリントというところが去年までのものでした。ちなみにこのエプソン、アイプリントってスマートフォンお持ちの方でダウンロードされている方ってどれくらいだし、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。使っていただくことはなんとなく、どういうものかっていうのを分かっていただけるかと思います。あとでちょっと紹介はします。であともう一つがメールプリントです。メールプリントってそもそもどんなものなのってご存知の方いらっしゃいますか。ちょっと減りますですね。この実はメールプリントというところが今年のエプソンコネクトには非常に重要になってますので、西村さん、まずこのメールプリントってどういうものか説明していただいていいですか。メールプリントなんですけども、昨年からサービスを始めさせていただいてまして、臨海時代あたりにメールを割り当てるような形にします。でそのメールに対して、メール本文ですとかメールの添付ファイルを送りますと、それを自動的に印刷されるというような機能になります。なるほど。実は皆さんの目の前にあるこのプリンター1台1台が設定をしていただくとメールアドレスを持つことができます。なのでメールを送れる端末からであれば添付ファイルつけていただいて、写真の印刷とかあとはメール本文の印刷なんかがしていただけるというのはこのメールプリントなんですけど、この技術というかサーバーというかを生かして進化させたのが今年のエプソンコネクトになります。こちらが新エプソンコネクトですね。赤字の部分が去年から追加になっているものになります。一個一個は後でちょっとご紹介しますが、スキャントゥークラウド、メールでリモート印刷、あとはエプソンアイプリントも今まではローカルの環境だけだったんですけども、インターネット環境下にあるプリンターにも印刷ができるようになっているですとか、リモートプリントドライというような新しいものを加えた新エプソンコネクトサービスというところになっております。はい。で新機能としては去年からざっくり大きく赤字になったのはこのところですね、カラリオでスキャンした原稿をクラウドに直接アップできるスキャン、カラリオからカラリオにプリントができるメールでリモートに、あとはリモートプリント機能の強化ということで、アイプリントもリモートで印刷ができるようになったというところと、リモートプリントドライバーという新しいドライバーの提供を始めるというところが今年の概要になります。では一つ一つちょっとご紹介をしていきたいと思います。まずどんなものかってご説明をさせていただいて、あとは開発者としてどういうシーンで使ってもらいたいかなみたいな例を後で挙げてますので、そういう順でお話をします。まずはスキャントゥークラウドです。スキャントゥークラウドって先ほどお話した通り分かっていただきやすいと思いますけど、では簡単にちょっと概要を、プリンターの方からですね、ここにスキャナーがついておりますので、スキャナーに原稿をセットします。セットしてスキャンってやるとですね、ここにちょっと出てきてないんですけど、弊社のエプソンの方サンバーのバーとデータがあります。そのデータをがクラウドですね、ボディークラウドっていうのがストレージ系のクラウドですね、
あの、ボックスドットネットでさ、Google ドックとか、それでやったあたりにも、こう、直接、PC なしであるっていうことはできるような状態。はい。それがそのスキャンというクラウドですね。スキャンしたものを、我々のサーバー経由でクラウドサービスに上げる。で、現状9月時点では Evernote に対応させていただいてまして、で、他、Google ドライブですとか、ボックスとか、あと何をするか、ドロップボックスか。に関しては11月ぐらいに、ファームのアップデートで対応させていただく予定になっております。でこれで、まあ、何か紙原稿っていうのをどん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 クラウドの方に PC なしで上げれる機能っていうのがこのスキャントゥークラウドですね。まあ、シーンとしては今お話した通りですけど、まあ、書いてある通りですよね、西村さん。そうですね、まあ、PC ですね、あの紙を人工するとも、まあ、気が出てるときにどんどん押すとどんどんサーバーに上げれる。で、まあ、そうですね、あの、いつも思いついた時にやってもらえば、気がつけばちゃんと保って、こういうものがあったなっていうことが見える機能になるかと思います。まあ、ここ数年、自炊なんていうものも非常によく言われてますので、そういうのが PC なしでどうもできるというような世界観を実現しているのがこのスキャントゥークラウドなんですが、このスキャントゥークラウドを応用した機能っていうのが、メールでリモート印刷というものになります。先ほどのプリンターでスキャンしたものの上げ先、アップ先を別なプリンターのメールアドレスにしてあげると、まあ、簡単に言うと会のファックスみたいなことができるというところですよね。これ実は皆さんのテーブルの、僕から見て手前側の機材、ここであればここの黒と白、ここであれば黒と赤の機材はメールアドレスが振ってあって、このメールでリモート印刷ができる状態にしてますので、もしご興味ある方は後でぜひ試してみてください。ここの黒は後でご興味ある方は紹介します。ということで、口で言っててもあれなので今ちょっとやってみようかなというふうに思います。こちら TP805A 福自宅、向こう西村自宅ということで、まあ、ここに今1枚原稿があるんですけども、ユーザーページの方、このエプソンコネクト、メールアドレスを振るためのユーザーページで一度宛先を登録していただきますと、プリンターのパネルに送り先が出てきますので、それを選択してあげてスキャンを開始すると。今ちょうどスキャンをしています。後ろの方見づらいと思います。で、スキャンをしたものをデータを我々のサーバーに1回上げて、サーバーから向こうのメールアドレスを持ったプリンター宛てに送ってあげるというのがこの機能になります。ちょっと僕今無線の環境を使っていて、まあ、インターネットの環境によって多少印刷されるまでの時間はあるんですが、だいたい通常のテキストだと1分ぐらい、もうちょっとぐらいですね。こちらから送り始めていたサーバーに預かるんですけど、預かってプリンターの印刷を開始し始めて大体1分ぐらい。1分ぐらい。で、まあ、我が話しますと、あの、まあ、ネタ環境とかいろいろとあると思いますけども、上りの環境で2Mbps ぐらいの、プリンターからクラウドに上げる環境の時は、その、スピードがあれば、多分支障なくあのデータを送ることができます。と言ってる間に多分来ましたね。今自動でパネルが開いてトレイが出てきたと思います。で、印刷が始まるというところですね。まあ、これどんなシーンが想定されるかというとですね、まあ、これ例えばの一例ですけど、まあ、お子さんとかお孫さんの書いた幼稚園とかで父の日とか母の日と似顔絵とか書きますよね。それをスキャンしてあげて実家のおじいちゃんおばあちゃんに直接送ってあげて印刷をして、あら、こんな風に成長したよというものを、あ、ちょっとこれ僕のすみません、イラストです。一応こういうのもあるよということで、下にインターネットを押して印刷しますので。ということで、一回インターネット経由、まあ、この場だとはなかなか伝わりづらいですが、こういう機能というのもありますし、あ、ちょっとピーピー鳴ってますね。コピー原稿取り忘れ通知になっちゃいました。はい、というような感じの使い方ですとか、紙焼き写真を友達にこれ経由で送ることができるというものが、このメールでリモート印刷になります。はい、続いて、もう一つのものですね。エプソンアイクリンク。先ほど結構の方、あのスマホに落としていただいているとお話ありましたけども、これも進化しております。で、これもできることは、ね、西村さん、進化したところはこれまでと似たようなものですよね。そうですね。今まではローカルだけで印刷するんですけども、外からでも印刷できるということで、リモート印刷をサポートしております。まあ、これまでは同じ Wi-Fi 環境下にないとプリンターが検出できなかったんです。これからは、まあ、8月30日から実は iOS 版、Android 版のエプソンアイプリントをリリースさせていただいてますので、ぜひ
あ、今でも結構です、後でも結構です。アップストアとか Google プレイからエプソンっていうふうに検索していただくと、エプソンアイプリントって出てきますので、そちら入れてみてください。で、ローカルは一緒なんですけども、インターネット経由でも先ほどのプリンターのメールアドレスをキーにして、このメールアドレスのプリンターで送るよっていうのを一度、このアイプリント上で登録していただければ、離れたところからでもプリンターに印刷紙が書けるというところです。で、他にも、まあ、下にこれ、Wi-Fi ダイレクトってお話があるんですが、これはちょっと後でまたご説明をさせていただこうと思います。まあ、これ今使っていただいている方も多いので、なんとなくイメージ湧くかもしれないんですけども、例えば、レシピみたいなものを最近スマートフォンで見て印刷する、料理を作るっていうのがあるんですが、まあ、スマホ濡れちゃってちょっと嫌だよねとかですね、画面が小さいっていう時にスマホで見つけたレシピをそのままバーッと印刷をかけて見ながら料理を作っていただく。あとは、旅行に行って、まあ、例えばこれエッフェル塔ですかね、旅行に行ってエッフェル塔の写真を撮って、その場でおじいちゃんおばあちゃんに今エッフェル塔にいるよっていうのをメールではなく写真として印刷してあげることができる。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかですね、僕も今年で31ですが、やっぱ孫の写真は欲しいってとかですね、喜ぶっていうのがあると思いますので、こういったシーンなんかでも設定したプリンターをプレゼントしてあげればできちゃうというところが、このエプソンハイブリッドの新しいシーンです。はい、でちょっとこれいろんな新しい機能をですね、サミダレ式にご紹介しているのでちょっと整理できなくなるかもしれないんですが、基本は一緒です。メールアドレスっていうのを軸にして離れたプリンターに印刷できるよっていうところの機能の進化なんですが、もう一つがリモートプリントドライブです。石村、これもちょっと簡単にご紹介いただいていいですか。先ほどのアイプリントはリモートプリントっていうのもあるんですけども、PC の Windows のドライバーからも同じ機能を持ちました。で、今まで E メールプリントということで同じような送るってことができたんですけども、いつもの PC の印刷と同じようにですね、ドライバーを選んで印刷をするとローカルでなくて外にこう飛んでいって、離れたプリンターに送ることができます。で、あと Windows の PC、プリンタードライバーですので、アプリケーションが豊富に揃っておりますので、それ全て印刷できるということで、E メールプリントの場合ですとか、オフィス系の文書と PDF とかジェルってことは限っていましたけども、リモートプリントドライバーの場合は Windows のアプリケーションで印刷をサポートしているのではすぐに対応します。ちょっと、今 Windows のみでですね、Mac 関連のことで記事書かれている方もいらっしゃるとというか、記事を拝見させていただいてまして、そこはちょっと随時検討ということで一旦、Windows のみのものになります。ドライパソコンにこのリモートプリントドライバーというドライバーをエプソンのホームページからダウンロードしていただいて、で送り先のプリンターのメールアドレスを登録していただければ離れたところからでもできると。これどちらかというとですね、一般の自宅よりは、僕らみたいな仕事ですかね、例えば明日福岡に出張に行きますとか、明後日札幌に出張に行きますみたいな時にパソコン持って行きますけど、資料を印刷しようと思うと福岡の支店にある LAN 環境に自分の PC に IP アドレスをもらって入れて、そこにあるプリンターのドライバーをインストールして IP を送ってあげて初めて印刷ができるというところなんですけども、この機能を使えば福岡に行った時でもそこにあるプリンターのメールアドレスを知っていればピッと印刷ができるということで、どちらかというとそういうビジネスシーンとかで使いやすいものかもしれないかなというふうに思っているというのがこのリモートプリントドライバー。はい、でこれが例えばのシーンですけど、例えばネットショップでこんなものいいよって見つけたものをお母さんの自宅のカラーでプリントして選んでもらって、選んだものをプレゼントしてあげるですとか、あとはお仕事のシーンでは本部、何かこうチェーン店的な展開をするところの本部から例えばポップとかメニューみたいなものを配信をして、そのまま印刷をして即店舗で活用ができるみたいなところが使えるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今のがエプソンコネクトというもののサービスです。ちょっとこれ口で話すだけだとなかなか伝わりづらい部分もあるんですが、メールアドレスがプリンターに振られているっていうことを利用していろんなところから印刷できるよというのがこのエプソンコネクトです。他にも便利な新機能サービスというところをご提供させていただきます。一つ目が Wi-Fi ダイレクト対応というものになります。これ Wi-Fi アライアンスの方で作った新しい企画なんですけども、簡単に言うとルーターなくてもスマホとプリンターが Wi-Fi で接続できます。これが Wi-Fi ダイレクトになります。
まあ、ちょっとモード2種類あるんですけども、まあプリンターが簡易のおやけになってあげて、我々エプソンのプリンターであれば最大4台まで、Wi-Fi 対応の機器と Wi-Fi で接続することができると。ただこれインターネットとかにはつながらないので、あくまで機器同士をつないであげる方式になります。なので例えばご自宅でプリンターとスマートフォンがあります。スマートフォンの中に入っている写真を印刷したいというふうになると、今って無線 LAN の環境がないと印刷できないんですよね。なのでルーターを買ってもらってとかっていうのが必要になるんですけども、それがなくてもプリンターとスマートデバイスを一時的に Wi-Fi でつないで、先ほどご紹介したエプソン i プリントとか、iPhone であれば Air プリントみたいなもので印刷をしてあげれば印刷ができるというのはこの Wi-Fi 対応というものになります。ちょっとややこしいところですが、まあ、ルーターなくても機器がつなげるよという機能というふうに覚えていただければいいかと思います。でまた、すみません、これ設定方法ですね。後で試したい方は、ご紹介したように手前側の2台はメールアドレスが振られてて、実はここにあるルーターに接続されてますので、テーブルの後ろ側の方の2台で、もし Wi-Fi ダイレクトを試されたい場合は皆さんでちょっと交換とかしていただいてですね、やっていただければと思います。設定方法はアテンドするメンバーとご紹介させていただきますので、後でまた見ていただければというふうに思います。はい、でもう一つが、ピクトブリッジの無線 LAN というものにも対応しましたよというものです。これも無線 Wi-Fi とか無線とかいっぱい出てきてですね、結構混乱している部分もあるかもしれないんですが、ですね、ピクトブリッジっていう企画はもともとカメラとプリンターを USB ケーブルでつなぐことで、カメラ側からこれが欲しいっていうのを印刷処理がかけれるものなんですけど、これがケーブルがなくても無線でもできますよっていうのがこのピクトブリッジの無線 LAN になります。まあ、現状は、まあ、ちょっと企業名出しちゃいますけど、キャノンさんとパナソニックさんのカメラで進んでくるっていうのが、出てるというところなんですが、これがあれば無線 LAN ルーターを介してデジカメの中の写真を、例えばメモリーカード抜いたりとかケーブルでつないだりということをすることなく、無線環境で印刷指示がかけれますというものです。でさらに先ほどご紹介した Wi-Fi ダイレクトというところと合わせ技で使っていただくと、家にルーターがなくてもプリンターとこのピクトブリッジ無線 LAN 対応のカメラがあれば、直接接続をして印刷することができるというのがこのピクトブリッジの無線 LAN になります。はい、続いて最後ですね、スマートフォンからの年賀状作成ということで、まあ、いろんな機器からいろんなものが印刷できるようにしますよというお話をさせていただいたので、我々エプソンから今年の秋にまだちょっとリリースされてないんですけども、 iOS 版、Android 版のスマホでカラリオ年賀という年賀状作成アプリをリリースさせていただく予定になっております。一応、まあ、ある固定のテンプレートが入ってまして、写真と合成して文字をやって印刷をするというようなものになってますので、これも、ですね、今日終わった後、9月の末ぐらいから皆様にお貸し出しをしたモニター期間を設けてますので、もしご興味ある方はこれもですねダウンロードしていただいて使っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、ちょっといっぱい話しすぎたので最後にもう一度整理をしてみたいと思います。ご紹介したのがメールプリント、メールでリモート印刷、リモートプリントドライバー、エプソン i プリント、Wi-Fi ダイレクト、ピクトブリッジ無線 LAN、あとは Google 社と Apple 社の Google クラウドプリント、エアプリント、いっぱいありましたけれども、まあ、切るとですね、この送付元のデバイス、ちょっと呼び方かっこいいですけど、印刷指示をかける機器が何かによって使えるものがこういうふうにあります。例えばパソコン使ってるから、冒頭あの中野の方からありましたが、Windows PC 使ってる方は、リモートプリントドライバーを使っていただければ、いつも PC で操作してる感覚で印刷指示がかけれますし、スマートフォン使ってる方っていうのは、やはりアプリである Epson iPrint が、プリントだけではなくて、スキャンですとか、オンラインサービスのアップですとか、あとはブラウザの印刷っていうのもできますので、この iPrint っていうのを使っていただけるといいかと。で、他の、まあ、ガラケーって呼んでましたね、ガラケーみたいなものとか他のもの、メールを送れる機器をお持ちの方はメールプリントを使っていただけるといいかというところ、あとは新しい、まあ、印刷方法のご提案ということで、プリンターからプリンターに印刷ができるメールでリモート印刷で、デジカメからも無線環境で印刷ができるピクトブリッジで、ご自宅に無線 LAN 環境がない方でも Wi-Fi ダイレクトというのを使っていただければ、ここら辺のものが使っていただけますというようなところで、まあ、送付元のデバイスと、まあ、環境のありなしというところで一旦整理をさせていただきました。はい、